おはようございます。速稼塾の久保です。昨日1月20日は私のですね、民謡の発表会がちょっとありましてですね、一日中そちらの方に行ってまいりまして、皆さんへの返信が遅れました。まあ今もう完全に完了しましてですね、皆さんの一人一人のところに私からの返信が届いていると思います。まあこうやって遅れてしまいまして本当に申し訳ありません。まあ本日からまたいつも通りよろしくお願いします。で、本日の話題なんですけども、本日の話題はですね、FX ですね。 FX のことをまずお伝えします。2018年っていうのは1月からもう ICO だとかね、暗号通貨の、まあ、値上がりにかけていろんな資金が動いた時期だと思います。そして途中からですね、なかなか値が上がらない、そこだと言われてきたビットコインすら70万円台を割って、今30万円台に行ってしまうということで、去年の今頃と、言ってみれば同じような金額なのかなと。年単位で見たらビットコインって上がり続けてはいるんですけども、暗号通貨全体の中にはICO をはじめとしてですね、マイニングとか、なんか AI のトレードとか、まあ、あやふやなものがいっぱい入ってきて、そのスキームを理解しない人がどんどん資金を突っ込んじゃったということがあったと思います。まあ、その中でですね、私は毎日 FX をお届けしてきました。 FX の動画放送っていうのは人気のあるカテゴリーでは実はなかったんですけども、この1年間を通じてですね、暗号通貨に資金を投じてそこがなくなってしまった人が、FX をやっておけばよかったというふうに強く思ったのがこの2019年の頭、もしくは2018年の中頃だったかなと思うんですよね。そういうふうにですね、次の一手を打つということでもないんですけども、やったことしかできるようにならないよということを私は心に胸に深く刻んで、私は ADA で ICO の値上がり益を得ているんですけども、そちらの方はもう私のポートフォリオの中ではゼロですよと。暗号通貨っていうのはね、日本円にして手の中に現金が来た時が利益ですから、そういう意味で言うと暗号通貨っていうのは私は一つも決済してないということを考えるとですね、まあ、XRP につきましては、マイナス決済しましたんで、これは非課税ということになりますけども、本当お恥ずかしいというかね、やっぱ私でもね、うまくいかなかったということになります。ちょっと損しちゃいましたけども、まあでも全然知名度でも何でもなくって、まあ、200万のうちにね60万ぐらいがなくなったぐらいなんで、まだまだ全然復活できますよね。ちなみに残った XRP の決済益っていうのは全て例のやつに打ち込みました。で、 XRP に関しましては、これからもね期待ができるなということで、私は2023年までの玉も持っております。で、 FX の話に戻りますけども、やっぱり FX を2018年 ICO をやりながらでもいい、暗号通貨をやりながらでもいいんですけども、ずっとコツコツやってた方がもしいたらですね、今頃花開いてると思うんですよ。私は2017年1年間1回も勝ったことがなかったんですけども、この2018年はほぼ勝てるようになりまして、2019年はその勝ちの部分をですね、金額を増すこと、アクセレートですよね、アクセルをグッと踏み回すことによって大きな利益を取っていける、その、2年目にしようかなと思います。目標利益は年間で1000万ということになりますよね。その前っていうのはやっぱり数百万、やっぱり400万前後ぐらいの利益しか生まなかったんですけども、これを2倍ぐらいにできればなと思うのが2019年です。今の私の力だったら本当できると思うんでですね、あとは金額、アクセレートする時の金額に耐えれるかどうかって精神力の問題かなと思います。さあ、それですね、今度は会社経営のことについてちょっとお話していこうかと思います。まあ、毎日のように、メディアを賑わしているカルロス・ゴーンさんの逮捕劇なんですけども、ある人に言わせればこのカルロス・ゴーンさんというのはですね、多くの社員をリストラしてきて、そのリストラをして、プールしたこの人件費をですね、自分の利益に付け替えたというね、そういうふうなちょっと強引な解釈をする人もいますけども、まあ、平たく考えていてですね、それができたら何よりですよね。経営者としては不要な人材をカットして、そのカットした人材に充てるはずだった人件費が自分の利益だったり会社の設備投資とかに回せるんだったら何よりなんですよ。まあそういうところですね、私はいろんな海外のコラムを読んでいると、ちょっと私はね、気になる記事といいますかね、これはすごいことを言ってるけどそうかもしれないってものがありましたんで、ちょっと今日はこれをお話していこうかと思います。それはですね、人件費で言って計算して年収で500万以下の社員っていうのはなくても会社は全然平気で回るということなんですよね。これはすごいことを言ってるなと思いましたね。まあ単純に500万以下の人が全員そうだっていうことではないと思うんですけども、おしなべてみると人件費の安い人っていうのは実は会社にとって不要な人物なんだっていうね、そういうふうなコラムがありまして、過激なことを言うようだけども、私はちょっと見てしまったんですよね。で、必要なのは
まさにの場合ね、40代ぐらいを過ぎると年収で2000万とか3000万が取れるような社員っていうのは会社に大きく貢献してるんで、会社がすごくね盤石になると。会社が盤石になると会社を利用してくださっている消費者さん、お客様に最もいいサービスが提供できるっていうふうな結論になってたわけなんですよね。まあ、これは私無視できないコラムだなと思いまして、しばらくね私の中で咀嚼していこうかなと思っております。はい、それでは最後のコーナーになります。今日の朝食のコーナー、今日の朝食は自炊ではありません。ちょっと昨日ね民謡の方で忙しかったんで、私のこの菓子パンをねいくつか買ってきました。夜中に何を食べようかなと。さん、これですね、私の大好きないちごスペシャル。これがね熱量が530キロカロリーもあるんで、ちょっとすごいカロリー量ですね、たったこれだけなのに。で次、大好きなカレーパンですね。これがですね神戸屋のビーフカレーパン、336キロカロリー。さっきのよりはないんですけども、すごいですねやっぱりね。次、はい、287キロカロリーの、まあ、高木ベーカリーさんの、まあ、スタンダードなカレーパンですね。次のカレーパンは、じゃん、皆さんご存知、銀座カリーパン。これが351キロカロリー。すごいですね、これも。で、最後は、金城軒っていうものですかね。345キロカロリーの、この金城軒カリーパンですね。これが700キロカロリーでしょ。なので、1500キロカロリーでしょ。軽く、2000キロカロリーですよ、これ全部食べたら。ってことは、この1日の摂取カロリー量を簡単にオーバーしますね。朝からそこまでオーバーするわけにはいかないんで、まあ、今日は1個だけいただこうかなと思います。何にしようかな、これ金城軒のカレーパンにしようかなと思います。カレーパンもね、いろいろ出てるんですね。こうやって今日入手したカレーパン4つ、とても4つは食べられないです。カロリー的にもちょっと食欲的にも無理ですね。まあ、今日はこの金城軒のカレーパンを食べながら放送を終わらせていただきます。それではですね、皆さんが FX で自分の資産構築、やっぱり基礎に立ち返って投資の第一歩は FX ですよ。 FX をしっかりとねマスターして、そこで資金を作れるようになればいいなと思っています。そうするとねパンも食べ放題ということになります。でよろしくお願いします。で失礼します。